おい、レイフ、こんなのマジでイカれてるって。ある男が言ってた。ネイサン・ドレイクはイカれた男どもとシャングリラへの道のりを争った。なんだよ。ネイサン・ドレイクはルブアルハリ砂漠で失われた都市を発見した。なあレイフ、一緒にここから逃げるんだ。ネイサン・ドレイクは伝説の黄金の像を発見した。おいレイフ、やめろ。ネイサン・ドレイクは伝説だ。そいつは俺が殺してやったけどな。おいレイフ、お前が俺を嫌いなのは分かったって。人がどんなに評価しようとお前はいいか、クズだ。邪魔をするなと言ったはずだぞ。俺は全てを犠牲にしてきた。エイブリを探し出すためだけにな。それを組んだしがないトレジャーハンターの老いぼれペテンシッコときに奪われてたまるか。やめろ。心配するな。お前の大事なお友達もすぐにお前の後を追うさ。構えろクズ野郎。そのようにな。剣使えるのか。え、さっきとでさじゃいいんだろ。面白い。参った。もういいだろう。俺はサムを連れて逃げる。ここで死にたけりゃ勝手にしろ。降参だ。いいかね。どんなに強がっても本当のお前は古代妄想を抱えた惨めなガキのままだ。しかも剣もろくに使えない。あばよ、ネイサン・ドレイク。ネイサン！お嬢さんが悪い奴だ。それでこそ、厄介が入る。俺は、何の苦労もせずに、欲しいものは全て手に入れてきた。そうだ！これ以外の、これも全て
俺がもらう。宝が欲しいんだろ。ほらやるよ。うわ、すげえ。